はい、こんにちは、ちゃんけです。はい、今日もね、仕事が終わり、どうしてもお好み焼きが食べたくて、お好み焼きの具材を買ってきてね、お好み焼きを作ろうと思います。本来ならばね、僕広島風、広島のお好み焼きが好きなんですけど、それはちょっとね、フライパンでやるのはリスクがあるかなと思って、今回はこの食材で関西のお好み焼きを作ろうと思います。今日の具材はこちら。これがね、今回の具材になります。はい、分かりましょう。はい、イカ、エビ、天かす、キャベツみじん切りですね。ネギ、これ必須です。ネギと、今回は最強のシーフードお好み焼き作るんで、ホタテ、イカ、エビミックス、キューピーライト、カロリー気にしてます。はい、ファミリーエッグ120円、これ魔法の、今回これでやります。これ魔法の粉ね、なんかよくわからんけど、はい、まあ、豚肉ですね。で、出汁が効いた、醤油の効いたたこ焼きソースと、青さと削り節粉とチーズで今回はいきたいと思います。頑張るぞ。じゃあね、今回このね、魔法の粉ということでね、魔法の粉、怪しい魔法の粉、はい、用意するものは、お好み焼き粉1袋、水 100cc、 卵2個、豚バラ4枚、キャベツが 200g。 はい、まあこんな感じでね、お好み焼きを作るにあたって必要な食材があります。はい、お好み焼きってね、焼くの時間かかりますよね。はい、そういう時はもう先におつまみを作っておくというね。卵を焼いてきます。はい、そんな感じで、とりあえずね、おつまみができたんで、もうね、喉が渇きました、今日は。はい、人気力士、これで乾杯しましょう。うわ、おやこぼれた。おお、札幌好きだわ。これ美味しい。おお、うまい。うん、まずボウルの中に水を 200g 入れます。で、この生地をね、入れちゃいます。あまりこぼれないように。はい、入れましたよ。で、泡立て器、これで混ぜますね、とりあえず。よく混ざったら卵を入れます。今回ね、スペシャル、今回はスペシャルお好み焼きなんで、具材を思う存分使っていきます。はい、エビ、イカ、ミックスを適当に豪快にいきましょう。豪快にいきます。
とホタテですね。ホタテ。ドーン。とキャベツ、キャベツ入れます。わっ、やべえなこれ。はい、じゃあこれをね、流していきます。ちょちょっと紅生姜ふわさあ、おいてんかす。豚肉を敷いていきます。いきます。せーので、はい。わやじゃわやじゃ。最後にチーズをパンと乗せて、いくよ。せーの、はい。うわほどうすかどうすか。結果オーライで美味しそうじゃないですかこれ。はい、じゃあこれにね、これにだし醤油の効いたソース。ソース薄っ。卵をダブル乗っけます。で、青さ、青のりちょっとね、パラパラっと、まあ、これは気持ち程度。
天かす。ここでネギを、爆弾ネギ、よっしゃー。こうやってね、紅生姜をドンと。はい、そっからまた追いソース、トゥ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 。はい、できました。特製シーフードマックスお好み焼き。はい、こちらね、札幌で乾杯したいと思います。まあちょっとネギだけちょっと食べましょう。ネギ、うん、うまい。じゃあ今回ね、これ生地がちょっと柔らかかったんでね、どうかなと思います。いただきます。うん、シーフードがめちゃくちゃいい。うまっ。やばい、これシーフードが。ちょっとネギたっぷりめでいきましょうか。これシーフードたくさん入れたの成功だな。マジで美味しい。卵潰して卵と一緒に食べましょうか。じゃあ、うますぎな、これマジで犯罪的。マジでうまい。捕まるんじゃねんかいぐらい美味しい。このホタテとか海鮮入れたことによってめっちゃジューシーになる。はい、あとはね、ゆっくり食べていこうと思います。美味しい。はい、てな感じでね、お好み焼き最高のスペシャルシーフードミックス関西お好み焼きを作ってきました。美味しかった。やっぱ何でもね、自分で作るのが美味しい。はい、またね、チャンズクッキング、こうご期待お願いします。ご視聴です。